今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は高知市の高知八幡宮にやってきました。ここが専用駐車場です。20台ほど止められそうですね。はい、ここはホテルアリアワンの宿泊者専用第二駐車場にもなっています。はい、こんな感じですね。ここが永代供養の社ですね。で、この高知八幡宮、ここは裏参道ですので表参道の方に行きたいと思います。ここも参拝者駐車場で6台ぐらい止められて、でそこも駐車場で4台ですか止められます。はい、高知八幡宮、旧山田町ですね。長宗我部元親が一時期城下町を作ろうとした時、山田町から住民を移した。上手。で、ここは抜け様ようにちょっとこう丸くなってますね。では参拝します。初ガツオ最盛期ですが、ちゃんと供養塔があります。卒業生寄贈、はい、たくさん鳥が飼われています。で、ここが箸塚ですね。で、これが包丁塚、ここに由来があります。ではここから歩いていきます。ここが土佐塾ですね。商店街まで歩いてきました。そこが一番街のアーケードです。で、この手前にお蘭供養があります。今日はここでランチです。営業中。このビルが全部お蘭供養ですね。お昼の定食、カツオのたたきが良さそうですね。はい。では入ります。になりますが、ここはちょっとご予約で向こうになりますが、よろしいです。どうしますか。はい、ご新規2名様です。おしぼり置いてあるお席へどうぞ。はい、奥の方から。今日はカウンター席になりました。ありがとうございます。冷たいですね。お昼の定食にはこの豪華版もありましたね。うなぎ作り膳2500円あります。たたき定食来ました。
塩とタレと両方ありますね。でこれは味噌汁です。でご飯ですね。ではいただきます。いただき、初ガツオですか。まず塩でやっちゃいますね。塩、うん、香ばしい。言うの忘れてましたが、ニンニクが超大量です。だいたい 2,3,4,5 切れで10枚あります。高知は昼間からニンニクの匂いデフォですので安心して食べてください。食事を済ませてアーケード街にやってきました。ランチメニュー、で今日は水曜日なんですが、大丸は営業してるんですかね。してるようですね。入ってみましょうか。大丸入るのも実に久しぶりですね。朝の連続とテレビ小説で牧野富太郎が主人公になってますので、その主人公をやってる神木隆之介の本が出てますね。高知大神宮まで歩いてきました。この向かいが NTT だったんですが、どうなってるんですかね。そのまま開いてるようですね。あ、人が入ってるから営業してるの。ランマンのポスター貼ってますが、ああやっぱりね、立ち入り禁止ですよね。当然自動販売機来たのか、もったいないな。でこれが高知城歴史博物館です。ここでお茶でもしようかな。高知城まで歩いてきました。ここの公園が最近リニューアルされて新しくなりました。まだぼんぼりついてますね。もう桜全部散っちゃってるんですけどね。そうそう、ずっと工事をしてたんですけども、ようやく終わって、こう広くて明るい公園になりました。前は木がうっそうとしてたんですけどね、だいぶ間引いて明るい公園に生まれ変わりました。はい、高知城県庁に入ってきました。向かいが高知市役所ですね。高知市役所はピカピカできたばっかりです。高知城に入ってきました。あれが板垣退助像ですね。ツツジがとっても綺麗に咲いてます。はい、ずっとツツジがもう咲いてますね。で天守閣、はい、奥もツツジ咲いてますね。でこれが大手門です。高知城は大手門と天守閣が同時に撮影できる日本で唯一のお城です。高知城歴史博物館にやってきました。ではここの2階にカフェがあるので、コーヒー館イストワールド、ここに行きたいと思います。おぜんざい650円なんだろうね。ケーキはないのかな。ケーキトーストしかないみたいよ。おぜんざい、アイスぜんざい、そんなのしかないみたいですけど。はい、2階到着です。ここですよ。メニューはこんな感じです。まあ店頭で確認しましたけどね。でこんなのもあるという感じです。
で、おじいはチョコレートショコラチョコレートのショコラも一緒かなんかそんな名前のケーキでした。ラムシューリーです。はい、おばあはこれは何ですか。ショートケーキ。一番ショートケーキだそうです、うん、ショートケーキっぽくないね。そうですね、タルトみたいな形です。美味しそうです。じゃあやっちゃいます。あ、甘いチョコレートの、ラム酒の、はい、ラム酒の香りがします。はい、チョコレートの味濃厚です。おばあはどうですか。うん、甘酸っぱくてイチゴの香りがします。当たり前かトイレはとても綺麗です。山内陽動校誕生の地、そこが土佐女子高校です。あ、お花がきれいに綺麗に咲いてますね。これが大手前高校、時計台が目印ですね。で、あの手前の城がすごいです。なんと令和5年2月27日に登録有形文化財に指定されたそうです。おめでとうございます。はい、向かいは図書館で、もともとは我が母校だったんですが図書館になっちゃいました。母校はなくなりました。廃校です。高知八幡宮まで戻ってきました。ここまでで2時間7分、3.81 キロ、累積標高差32メートルでした。さすがにちょっと暑くなりましたね。日向を歩くと汗ばんでくるような感じです。まあ、今日はでも雨も上がって歩けてよかったですね。では移動します。